こんにちは、渡辺です。今日は渡辺が1月の新品を紹介します。1体目いきます。頭かゆ、じゃん、スカート。この模様が可愛い。芸術性に溢れてる。待って、すでに1枚着てるんやけど、もう1枚着るん？あ、これは2枚でセットなんや。昨日食べ過ぎました。イヤーカフ来ました。つけれる？さらにイヤリングつけるの？これもいい感じやね。開いて。これで完成かな？あ、ネックレスもあるわ。つけて完成かな？指輪の存在を忘れてました。今回の指輪はどれも特別で、3つつけてめっちゃおしゃれに。サイズが大きい指輪は親指につけて、えい、かわいいかわいい。完成です。このコーデはどのアイテムも個性的で、誰が見てもこの人はおしゃれやなってわかるね。どうした？まだなんかあんの？ニットカーディガン。早く着て、早く着て。このカーディガンも可愛すぎるやん。触り心地良さそう。居心地いい。デート行ったら彼氏ずっと触ってたよね。友達とご飯行ったり、デートなんかにぴったりなコーデね。あ、バッグ忘れずに。完璧なコーデです。白と茶色の暖色系は冬の基本配色。すべての男性に刺さりそうですね。このスカートの2本線もいいね。しかもこの日の天気も良すぎ。まだアクセサリー見せてくれるん？こうやってつけても誇張しすぎやんね。1体目は冬のうさぎコーデ。2体目いきまーす。水色、青色。次は青色コーデですか？さっきとは全く違う雰囲気になりそう。わ、その服気持ち良さそう。はい、引っ張って引っ張って。さっきのイヤーカップ実は指輪にもなるんです。そして今月大人気の指輪、ワインとチーズ。指の細見え効果抜群。イヤリングは木の枝みたいにめっちゃ揺れます。青色コーデには必須。白いカーディガンを着たら、じゃん！男性はこれも好きでしょう。あ、犬の耳みたい。リンが作ったミニバッグ。耳が特徴的で可愛い。触って、触って、気持ちいい。もう一回触って、はい、見せてあげます。ショッキングしてるみたいな。あ、3体目いきます？じゃん！この服の特徴は、この線と素材やな。触って気持ちいい。イヤリングはゴールドを選択。じゃん。欠かせないのが指輪。上下ともにゆったりとしたシルエットで日系感溢れまくってる。日本に帰るたびこういうコーデ下に人見るからね。このシャツは2種類の素材を使ってできてます。はい、とりあえず触る。ゴールドと茶色ベストマッチやる。首折れるで。4体目いきます。白のワンピース、青色きた。このワンピースは1年中着れそうやな。はい、おはよう。右に鏡でもあるんか。じゃん。この服めっちゃ特別やな。冬コーデが個性的で良き良き。イヤリングも青色で統一。はい、つけてからの笑顔。指輪は全部つけて。あ、今気づいたけどそこ引っ張れるんや。引っ張るのと引っ張らない2種類の着方があるみたいやな。じゃん。なぜ？コート、ここでも青色を。統一感あってね。1つ目のボタンだけつける。次はこれを使ったコーデ。こんな感じに合わせられます。透明感半端ない。今年の春はこれでええやん。イヤリングは出会い。ゆらゆら入れてきてやわ。完成か？
毎回コード何か思う。このグレー高級感がすごい。はい、まずは触ります。このボタンがいい素材らしいです。戻ります。黒のニット、おはよう。このニットの特徴は肩あたりの模様が他と違うんです。基本のモノクロコーデ完成。紫のシャツ、春コーデに大変身。このワンピース便利すぎません？ゆったりシャツは気持ちよさそうやな。はい、以上が今月の新品コーデ紹介でした。チャンネル登録、いいね忘れずに。何か質問があればコメント欄に。バイバイ。